今回はですね、BMW の 850i クーペ、2ドアのスポーティーモデルです。これに試乗していきます。BMW の 850i クーペなんですけども、 V8 4.4 リッターで530馬力750ニュートンということで、さすがにもう四輪駆動ですね。 M5 とかと同じ駆動システムだと思いますけども、ちなみに四輪駆動にすると最小回転半径が大きくなりがちなんですけども、この車はものすごく小回りきます。しかも AMG とか他社の、ね、四輪駆動のハイパーモデルって結構この小回りするときにワッカーマンが合わなくてガクンガクンガクンってなるんですけど、そういうのは全く起こらないでスムーズに、非常に小さい回転半径、周りにいる普通の小型車かよりも小さく小回りできちゃう。一応メーターの方にエネルギーモニターとかいろいろ表示されるのと、あとスポーツ、コンフォート、エコプロ、アダプティブという4つぐらいのモードがありますね。今アダプティブというところで走行状況に応じた予測制御ができると。ちなみにエコプロとかにするとメーターの表示も燃費計が大きく出て、コースティングもするのかな。トランスミッションは8速なんですけども、乗り心地がね結構ガツンガツンと硬いですね。一応ランフラットタイヤを装着しててミシュランのパイロットスポーツなんですが、結構路面の突起物を上下に拾います。スポーツにするとこんな感じでもう すぐにエンジンがシフトダウンしてフラップが開いて排気音が高まりますよね。フラップ開いた時の、まあ、特有の音、まあ、最近の車ターボがついてて、直噴であんまり高回転回さないんで、加速時の音よりもこうアクセルを戻した時にフラップが開いてババババッと音を楽しませるようなチューニングが多いですね。僕は結構昔 E38 時代の7502台に7401台っていうふうにもう何年も乗ってたんですけども、あの頃の本当に滑らかな乗り味、あれがねもう今最近の車ではちょっと再現できないのかな。この車でも重さが1999キロ、もうほとんど2トンあります。それで四輪駆動でランフラットタイヤ履いて、あのしなやかなあの滑らかな乗り味っていうのはねもう出せなくなってるのかもしれないですね。 BMW でいうと X3 がね結構それに近い乗り味が出ててよかったんですけど、さすがにここまでパフォーマンスが高くなるともうハードに振るしかなくなってくる感じ。もちろんあのパドルでマニュアルシフトで操作できます。ただステアリングのギア比が結構これバリアブルでクイックなようなので、そんなにコーナーでもハンドルの切り角が大きくなることはないと。
850i ですけども、まあ、一般道で走ったので、パフォーマンスを発揮するってわけにいかなかったんですけども、まあ、僕が知ってた時代の BMW の、 その乗り味の良さっていうのはね、もう今の車にはほとんどないですね。ただもう性能を上げて、この車もまあ四輪駆動車なんですけども、いかにそれをハイスピード領域で破綻なくまとめ上げるかっていうところにこう注力してて、昔の BMW とはちょっと方向性が違うなというふうに感じました。ただ多分サーキットとかね、あるいはアウトバーンとかスピード出せるとこ行ったらまた印象がガラッと変わると思うんですけどね、そういう場所で走りたいと思います。